はい、こんにちは、中地です。続きやっていきたいと思いますが、今回はあまり続きにならないかもしれません。ただいまここで石をね、焼いては落とし、焼いては落とし、焼いては落としをしています。ここは落ちないか。で、ここにね、石をめっちゃ入れてあります。ここでね、ここにある石っていうのは整地した時に崩した山の石がね、たくさんあったので、今石を焼いています。で、白いんですよね、このテクスチャーだと石が。なので、この石を使って、建てたいと思います。白だったらね、ちょっと綺麗になるんじゃないかなと思って、建てていきたいと思います。で、屋根をどうしようかなって思った時に、レンガにしようかなとちょっと思いました。で、僕これ知ってる方は知ってるんですけど、ダイヤのシャベルに幸運さんをつけた男なので、今ね、ようやくここで、あ、この時のためのなんだ幸運だったのかと、神様に感謝しました。ちょっとね、レンガをね、掘りまくりたいと思います。で、これ幸運で掘ると多く取れるのか知らないんですけどね、これ今2回やって8個でしょ、多分これで12個ですよ。ほら、で、これ粘土って確かくっつけると粘土に戻るので、4つ以上取れちゃうと、あ、粘土にしちゃったよこれね、粘土ブロックを作り直すことができるので、これ4つ以上出るはずがないんですね。4つ以上出ちゃうと、これ粘土ブロックにしてまた幸運で殴ってってやると永遠に、あ、また作っちゃったよ、永遠にね、たくさん作れちゃうんですよ。ただ普通のやつだと、これボッてやって、これが16、ん、待てよ、これで次20になったらなるね絶対4つ出んの、これ絶対4つ出るんであれば、この幸運のシャベル使う必要はないぞ。ん、で、川沿いがね、多分たくさんあると思うので、このテクスチャー綺麗なんですよね、水が。なので、あったらね、すぐパッと見えるんですよね。とりあえず走り回って、今回はね、10分間ぐらい粘土を掘る作業になります。向こう側にありましたね。お、たくさんある、よいしょ。これ普通ので掘って、24、次は28、あ、もう普通のでいいじゃん。じゃあ、うん、4つずつ出てる、絶対4つ出るんだこれ。じゃあもう何に使えばいいのお、チャンス、ここに入ったら早い、よいしょ。とりあえず屋根をね、レンガにしてみて、ちょっとね、でも白にね、オレンジでね、すごくね、僕の街でね、一つだけ目立つ建物になりそうなんですよね。浮いちゃうかなって気はするんですよ、ちょっと。ただまあ、建てて見ないことにはわからないので、ちょっと OK、 これはあれを持ってきたらよかったね、サトウキビを。大変だ、作業が。よいしょ、よいしょ、あー、もう邪魔だな、よいしょ。OK、 苦しいよ。ん、これ粘土、うわ、めっちゃあるじゃん。ちょっとサトウキビ欲しいね。サトウキビだとでも叩いちゃうか、そっかそっか。そしたらね、ある秘策があります。まあ大したことじゃないけどよいしょ。水中さ、なんだろう、発掘みたいなね、採掘みたいなのがあればいいんですけど、そういうのもないのでドアを作ります。で、戻ります。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もっといいやつあるんだろうね。ああ、あれでよかったか、これでフェンスでよかったかもしれない。そこにもいっぱいあるね。
潜ってるとどうも作業が遅いので、こうなるべくね空気に触れてるところでこう掘るのが一番いいんですよ。で潜ってるとね苦しいし、ちょっとご飯、前回の動画多分10分ぐらいなんですよね。で今回も本当はね15分ぐらい撮りたいんだけどね、ちょっともうちょっとお待ちください。まだお前撮り方定まんねえのかよって感じかもしれませんが、もうちょっとね待っていただきたい。これでちょっと空間を作ります。これで掘る、そうすると早いかつ苦しくない。でドン、ここにこうしとこうか。で集めて集めて、よいしょ。よいしょ、いいね、早い早い。人間はこうやって知恵を使って生活を豊かにしていくものだと。よいしょ、これでいくつぐらい？結構集まってるんだね。でも4分の1ですよね多分。これをレンガにするときも、レンガブロックにするときも4つレンガが必要だった気がするから、1,2,3,4 だから64個とちょっとぐらいしか作れないんですよね今レンガブロックが。ただ屋根にするので、そこまでねがっつりがっつりっていうほど必要でもないんですよね。水中以外にも粘土があったらいいのにね。沼地とかにね、湿地帯の水のところにねありゃいいのに。この辺に置くか。あー邪魔だな、くしゃみ出そう、やばいな。皆さん花粉症どうです？もう僕は最悪ですよ。薬漬けの毎日です。薬飲まないとね。で今花粉症の話したからね余計になんかやばい。なんかね花粉症っていう言葉にも花粉症な俺っていう感じなんですよね。花粉症ね、皆さん俺は大丈夫、私は大丈夫って思ってる人たちいると思いますけど、必ず来るんじゃないですか。多分かかんない人は一生かからずに終わると思うんですけど、何ですかね、よいしょ、ちょっと喋ること分かんなくなっちゃった。僕もかからないと思ってたんですよ。前はね、前はっていうか昔は全然平気だったんですよ。ただね急にですよ、急に。毎年毎年花粉症で苦しんでるやつらを尻目に、花粉症そんなにしんどいのって。あのね、花粉症にかかったことない人ってね、かかったことない人っていうか、基本的にかかったら次の年も来ると思った方がいいですよ。必ず来ますよやつは。で一回かかったら、かかったっていうか来たなって思ったらもうやばい夜だ。基本的に毎年かかるもんだと思いますよ多分ね。僕はそうです。ある月を、ある年を境に僕もずっと花粉症で、で来る年来る年やばいですね。今年は去年ほどひどくないです僕は。ただあ、村人ゾンビだ、取っときたいな、取っとけるかな、おいで、マジ取っとけるかな。123123123123、いて、バカ、全部埋まっちゃったじゃないか。こっちおいで、そう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 。で君も入る？二人は無理だよ多分。ああもうちゃうん、ちゃうんよ。こっち回ってき、花粉症の話してたのに畜生。こっちどこに立っちゃいいんだろう。なんで後ろ行っちゃったかな。
あ、もうそこに入っててくれてもいいけどね。おいでこっち。そう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 、いい子だ。ちょっとこっち来いって。一個やるか。すまないね。おいで。ちょっとね、僕ウォーキングデッド最近めっちゃハマってるんですよ。知ってます？ウォーキングデッド海外ドラマなんですけど、ゾンビがね出てくるんですけど、ゾンビ頭良くなったんですよね、マインクラフトのゾンビ。チラチラ、クリーパーとかいるからさ。閉じて、くっそ。いい？そう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 、閉じてバカ。ああ、もう、ああもう、くそ。でも保管してても俺離れたらデスポーンするよね、これ。こいつやめよう。結論やめよう。なんで家の中にクモがいるの？虫は嫌いなんだ。はい、そしたらなんか毎日寝るたんびに終わりにしてる気がする。今回もじゃあここでやめにしようかな。とりあえずね、夏終わったんで、これから焼いてね、早いとこ向こうにね作りたいと思います。それでは今回はまたこの辺で失礼します。おやすみなさい。